はい、どうもこんにちは、ヤソです。本日はですね、 CS バージョンのアップデートでスティールパスアップデート 28. ちょいちょいちょいが入ったんですけれども、今回そちらの内容をご紹介していきたいなと思います。今回のねアップデート動画、過去最短の動画になるかな。なんていうの、2点しかないんだよね内容が。ということで早速やっていきましょう。目標は5分だね。よーし、次はね、あ違ったわ、まず最初だったこれ今日調子悪いな、やそう。まず一つ目はですね、コーラのデラックスキンが実装されました。ここなんか日本語翻訳まだされてないんですけれども、内容としてはデラックスキン本体プラス、これは何ですか、ウィップブレードのスキンなんだ、ムチじゃないんだね。で、シャンダナプラスキャバットのスキンということで、ね、前デブストの時に公開された時、なんかデザインが結構ひどかったんだよね、特に下半身周りが。果たしてそこら辺治っているのか、多分治ってないなと。おお、いいね、思ったよりもインパクト強いな、このヘルメットスキン。かんざし刺しちゃって可愛らしいね。頭のてっぺんになんかようわからんもんついてるな、巻き寿司ついてるな。じゃあ次、問題の本体スキンの方を見てみましょうか。どんな感じなんでしょうか。あー、そうだね、小太りしておりますね。じゃあ攻撃とか防御とか切り替えてみる。あ、ここの金属パーツのデザインが変わるっちゅう話ね。はい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 。ここに来てまさかの目の前の置物が邪魔だっていうところですか。困っちゃうんだよな、そういうことされちゃうと。野草も見せられないんだよな。で、キャバットどこにいんの。こんな色だったか色が多すぎてどれがどれだか分かんないんだよなこれとかよくない、毒々しいじゃん。これでいこうぜ。かわいいな、この動き。このさ、尻尾っぽいところがでかくてかわいいね、ヒラヒラしててね、このキャバットのスキン。じゃあ早速手心の方向かいますか。スティールパスと、今回のメインのアップデート内容の一つなんですけれども、この人のイナロスかっこいいな。あ、かっこいいな、このコーパスのリディーマーのやつ。俺つい最近これゲットしたんだよね。よし、じゃあテシンさん話聞かせてよ、聞いてあげるよ。ほう、どうやらですね、このアップデートで、まあエリートアラート、仲裁できる方限定でね、スティールパスと呼ばれるアップデートを、まあ、プレイすることができるんですけれども、まあ、どういうことかっていうと、一からまたねハードモードで惑星開拓をしていこうっていう、内容となっております。ん、いいよ。え、はいと挑みます、どれも同じやん。そんな選択肢あるか困っちゃうなこれでいいの、これでもう完了。今回のね、そのスティールパスをプレイしていくことによって、どうやらエクシマスかな、なんかを倒すことによって、このエッセンスというものが、もらえるようになります。このエッセンスね、結構低確率みたいで集めるの大変みたいなんですよね。で、そうだね、オペレーターの外装、まあ、鉄心コスプレみたいなもんですね、こちらと、あとスタンスフォーマー、はい。で、エヘメラが追加されてるんですけれども、おお、このエヘメラいいな、好きだな、このエヘメラ、こういうの欲しいんだよな。これはクリーナエヘメラって読むのかな、どんなの。ん、おおおおおいいな、このエヘメラ俺欲しいな。85エッセンス、え、3エッセンスでしょこれ、85エッセンス、何これ、3と85って差が開きすぎじゃない何ここで格付けが発生されてんの、お前は弱いヘメラだっつって、俺は強いヘメラだっつって
よし、リンギ、お前のそのハードモードっていう挑戦受けて立とうじゃないの。いっぱいエッセンス持って帰ってくるから任せて任せて。ちょちょいのちょいよ。どうしたの？そこで階段して俺も混ぜてやな。ハードモードをプレイする前に装備をガチガチに固めていっちゃおっかなと。でそうだね、まあスティールパス、まあ、考えてみたんだけど、どのフレームが一番汎用的かと。フレーム1個で、まあ、消滅防衛系とかね、あと耐久、感染回収とか、まあその他もろもろのミッション、1個のフレームで大体のミッションをこなせられるフレームってなんだ。なんでなぞなぞ風に言ったの？そしたらこのフレームなんじゃないのかなって。ニュックスプライム2番さ、めちゃくちゃ強いんだよね。うん、あの4番の増強が結構ね注目されがちだけど、あの2番って走行値、そしてシールドを完全になくすことができて、さらに感染体のエンシェントヒーラーをまあ無効化できるっていう効果を持ってるんですよこいつ。さらに若干の CC 面もあるので増強もっとさせば。であとは3番のカオス、うん、これ自体がやっぱりそのコーパス相手に強いっていうところでもあるんですよね。例えばナリファイには確かに3番効かないけど、ナリファイの近くにいる敵に対して3番かけることによってナリファイを、まあ、CC かけられるんですよね実はね、まあ、かけられるっていうか、あのヘイト向いてくれるので、なんて言うんだろうな、バルークとかも結構適性あると思うんだよね個人的にね。やっぱこいつも CC 持ってて、さらに4番のアホみたいな火力叩き込めるので、こいつもなかなか適性あると思うし、コーラも適性あると思うんだよね。 CC プラス1番っていう火力も出していけるので、さらに回復も使えるからねこいつね。あのケバットでボスとかのミッションの場合だったら、その特殊なビルド組んでった方が楽だし、アッシュとかさ、あとそうだな、ロキとか透明になりながら戦えるフレームとか、あとクローマのアホみたいな火力、正面からぶち当てられる火力とか、イナロスとかね、そういう耐久面結構必要になってきたりするので、ボスの場合ちょっとそういう場合はニュークスとか活躍できないんだろうけど、大体のミッションはこれでいけるんじゃないかなって思っております。さて成形マップの画面なんですけれども、こちらになんかようわからんタブが追加されてるんですよね。こちらをスティールパスの方に選択することによってハードモードになると。はい、やっていこうかな。内容は、敵のレベルがプラス100の状態で、さらに敵のヘルスが 250%、 敵のシールドが 250%、 走行値が 250%。 ほほほ、これはやりごたえがあるんじゃないんでしょうか。じゃあ、やっていこうかなと思います。消滅101から103レベルですね。よし、さっくりと終わらしちゃおっかな。じゃあ敵のレベルが101レベル、とりあえず2番かけといてブンブンすれば簡単ですね。はい、走行値とかね、まあ、シールドとか削った後はそう感染が、まあ、弱点になるんですよね。グリニア と、コーパス相手は感染はね、感染体はちょっと違うんですけれども、はい、ちなみに2番かけなかったら、あーやっぱ硬いね。コンボ倍率ちょっとまだまだ貯めないと火力出していけないかな。あとこれ経験近すぎはかなりいいっぽいね。なんかどうやらこのスティールパスのミッション敵の数がすげえ量出てくるみたいなんだよね。うん、ソロなのに4人プレイぐらいの敵の数が出てくるみたいなんで、フレームの経験値稼ぎって考えたらありかもね。まあ、近接ブンブンしてるだけでクリアできるしね正直。あれ、これもしかしてさ、思ったより敵硬くないな。そういうことか。もしかして火力補助そこまでいらん？これどっちかというと防衛面系とか CC 系に強くした方がいい説ある？これ、あれおかしいな、困ったな。今回のためにニュクス本間付けいっぱいしたのにな。アンブラフォーマーで使ったんやで、これ実はこのビルド。
困ったなここまで火力出す必要なかったか。はい、戻ってまいりました。と言いますことで、今回のアップデート内容動画は以上となります。惑星をね、全部開拓することによって、それでもね、報酬として置物と、あと惑星に関するエモートっていうのも、メールでもらえるみたいなので、あとマスタリーランクのためにもね、やっぱり惑星全部ね、開拓してきる仕切るっていうのも大事なので、まあ、結構めんどくさそうなボスといえば、やっぱりね、このロパロリスト、あとそうだな、エリスのさ、こいつもかなりめんどく、どうなんだろうな、これ近接ブンブンしてるだけで簡単にクリアできるのかな、結果的に。はい、あとさ、あのイベントでなんかなかったっけ、こいつこいつ、ジーロイドプリレイト、これも戦えるのかな。こいつもしハードモードで戦えるんだったら結構めんどくせえんじゃねえか、これ実は。うん、と思いますね。なんかこいつ体力結構多かったような気がする。あとレファンテスあいつはね、やっぱりね、ダメージ耐性あるので、単純に時間かかるかなと、うん、ダメージ耐性持ちは時間かかるかなと。アンベラスはまあメサとかトリニティとかでなんか適当にやってればクリアできそうな気がするけどね。はい、セドナのボスも正直ね、うん、アッシュとかで持ってけばクリアできんじゃないかな、簡単に。うん、木星のボスと遺跡戦のボスは間違いなく面倒い。それでは以上、ヤスオでした。またね、バイバイ。